どうも、パフォーマンストレーナーの宗之助です。今回は、ファンファーレ、ファンフェーレ、ダンスプラクティス行きましょう。ですね、今日は29日、5月29日なんですけれども、28日の日曜日ですね、TRX っていう、まあ、ここにもね、薄く TRX って入ってるんですけど、トレーニングサミットがありましてね、たくさんのトレーナーの方と、マスクをね、外してみんな寄って手を触れ合ってトレーニングできるっていうところまで日本回復してね、すごくいい時間でした。ただ、やっぱりオンラインの教育コンテンツだったりとか、ビデオで見るっていうことが主流になってるなっていうこともすごく感じました。それは何かっていうと、やっぱり一人一人の動作の質感ですね。人間の関節の動き一つもそうだし、もうその動きがやっぱり表面上で見てきたのかなっていうのをすごく感じるし、見たことで安心して知識を得たかのようになっているのかなっていう感じですね。なんでペアを組んでどこが悪いのか、どこが直した方がいいのか、相手にも自分もわからないし、相手にどう伝えていいかもわからないっていう人たちが増えてきたなっていう感じもします。あともう一つ、見とる能力ですね。アメリカからもうとてつもない講師が来てくださって、その方の動きを見た時に、小さいポイント、僕らにとってみたらすごく大きなポイントなんですけども、人の視覚で見ると点なんですね。でも点っていうのは全部線になってくるので、点が見れなかったら線を作ることができないんですよね。そこを読み取ってない人たちがすごくなんか増えたかなっていうちょっと心配はあります。はい。脱線しましたが。INI さん、コメントでもね、いろいろ、教わってますね。うん。とても礼儀正しいというか、なんかすごくそういった雰囲気が伝わってきますね、INI さん。はい。それでは行きましょう。これがマッキーかな。うー、ヒットの質感高い。うー。このナルトみたいなのは、西くんか。うえー。え？ちょっと待って。え？ちょっと、おお、これやばくないっすか？嘘。これオフィシャルのだよね。オフィシャルのですよね、これね。え、ちょっと待って、とんでもない動きしてないっすか？おお。やば、超鳥当たってる。うえ。いや、これすっごいな。いや、ちょっと待って、この金の子誰だ？すーげえ大爆発してんだけど。あ、まずい。これガチだからね。えぐ、このバイブレードの入れ方、えぐいし、全員やばい。うわ、これダンプラ以上、ちょっと BTS さんの次ぐらいかな。うわ、やっぱダンプラ勝つね。うわ。こっから離れられない この子誰だろう。なんで 4K なのにこんな画質が悪いんだ。めっちゃ点取りしてる。うわ、すごい。やっぱりいいよね。衣装が邪魔してんだ、やっぱな。歌とな。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと。とってもいいよ。ふう。やばい。シャープすぎて、しこぱ。
バキやな、今回。パキパキよ。おい、ちょっと待って。急に起きる。うえい、いいっすね。ストンプの音がいいよね。ドーンだ。うえ、使うよね、まさに。全開だね。いいサウンドですね。うえ。周りの動きもかっこいいですよ、これ。エンジン組んで。うう。かっこいい、かっこいい。ちょっと今名前がすげえ飛んでんだけど。松田くんだ、ジンくんだ。ジンくんいいっすよな、いい低さ取ってますよね。うーわ。いや、これダンプラすげえいいじゃん。うぅ。この帽子の子誰だ？いっけ、ザッキーなのかな？わかんねえけど。すげえいい動きするじゃん。ええ、これ後藤くんかな？わかるわね。髪の毛が紫だから。うぅ！いいアームス。うぅ。すごくないっすか？この強弱。すげえいいスタンス取ってる。いいっすよ、このスタンス。うぃ。これこそ誰だろう。フェイファン。ええ。いやー、めちゃめちゃいい揃いですね。やっぱダンプラで見ると、やっぱこのか、あれですね。やっぱいいっすね、本当に。ラインが。いい足の動きするなぁ。なんか 4K で映ってはるなんですけど、顔がボケてんだよね。ええー。いや、ふう、いい股関節の大きさだな。まさか、キャンキャンキャンって。ボンボン、いい動きするよな、本当に。ああ、本当ね、外旋、内旋の動きが明確だよね。うん。これな、この西君かっこよかったね。なんか動く。うえ、カチカチかめてくる。うえ、これちょっとまさき君。まさや君。まさきだって。まさや君素晴らしいです。ガガガガ。この絞りでちゃんとガッてとこ、ちゃんと止めてますもんね。うん、ガッて。これすごいですよね。こう上腕内旋していくと、まあ、肩甲骨がね、ぐーっと上にかぶさるように、こうね、そう、こう前方にこう、ふーってこう引っ張られて動くんでね。その、いて、ボクサーになれるの。本当に。内旋ぐーって、内旋しても、人間も今、この腓骨じゃないわ。尺骨とか上腕骨、まあ、この周りのこういった動きももうしなくなるからね。もう結局肘痛くなるのも手首痛くなるのも、ここの関節のブロックがもうありすぎちゃって、もう動かないですよね、こういった。海内の動きもね。海内外の動きも。
だから骨が自由じゃないから、だから代償で入って僧帽筋ばっかり辛いっていうような今体になってるから、本当に時代に合わせて我々って運動手法を変えなきゃいけないんですよ。で、そういった時にね、やっぱこういう今の人たちが絶対やれない動き、しかもいいっすね、この強弱が。だガッガッ、もう一人だけだ、これはめ込んだよね、バーンって。いいよねー。うぃ。うおー。これはすごいわ、木村さん。木村さんは休まないよ、木村さんの股関節はね。ほら。止めてくれってね。うわ、誰抜くのこれ、かっこいいっすね。ういー。うい、いい抜き方するね。うわ、誰。ギャー、このやばいっすね、この場合。このバイブレーション、ボディコントロールってね。ポップの人たちも言いますよね。ボディコントロールの練習でヒット打つときとかに、こうやって指やってもらって、胸のヒット打つときとか、ここ突き上げるみたいな。あと首ですよね。首のヒットって難しいんですよ。あんまりやりたくないですね。強酸乳突筋使うのね。ちょっと脱線しちゃったけど。で、うわ、すごいっすね。もう胸椎とか。かっこいいな、この入れ方もそうだし。これ胸からダダってやってるんでしょうね。まとめ方が早い、みんな。いや、いいっすね。いや、これはすごくいいですよ。ダンスプラクティスって名前変えた方がない。あ、変えた方がいいかもしれないね。そう。なんだろうね。わかんないけど、なんか、100%の、なんか、アウトプットみたいな、そんな名前にした方がいいかもしれないね。We move 100%みたいな。もうさ、すごいよね。編集したかのようだね。面をね。うわ。タジ。背高えな。うおー、いい動きする。うーわ、ちょっと待って。いや、これさ、くわ、これ足長いね。これ後藤くんなのかな。動くね。しっかりこうやってさ、僕好きなんですよね、こういう丁寧な凱旋の面でちゃんと動いて、しっかり点で取るって、こういうと一瞬の動作でね、人に映るもんってあるからね。うわ、やっぱもう基礎の塊ですね、木村君は。これ前も言ったかもしれない。ここね。ツンタンタンツーンって、ここで右足でえぐってくるんですよね。だからしっかりこっち右に体重乗ってて、そうで、この絞って上がってくる時のアライメントとかもね、ここね、ここをしっかり綺麗に直立なのか曲線なのかね、引っ張り上げ切るってことも、こっち派ですね。やっぱもうこういったとこもそうですね。もう絶対これ、もうこれ基礎の塊、重心どこに行ったのっていう。これだからセンターのとこ重心、まあみんなこれ重心の乗り方違うの分かります？そうなんですよね。ここら辺なんですよね。ダンスの基礎とかってのはここにあるんです。アクシスをどこにちゃんと取れるかっていう。
この子、後藤くんなのかな？足長いな。でもね、足先までちゃんと綺麗に使ってる。このピンクの子は高塚くんだっけな。動きするんな。いや、うまいっすよね、ほんとに。この子誰だろう。こういう動きできるの羨ましいんすよね。ガンガンガン。おお、綺麗。これ綺麗よ。ちゃんと乗ってっちて。 Yeah, you go。 ここよ。このラインちゃんと作んないとね。バチッ。ここでやっぱかかと上がる人好きね。足の面はやっぱりこう先が走ってくると、いつも言うように先が走るとこっちの脊柱が絶対走るんですよ。これはもうダンスやってる人だったりとか武道やってる人は絶対わかると思う。足先のこの力、母子球なのかわかんないですけど、もうとにかく母子の先端で取るのか、それは振りとかにもよるけども、とにかく僕らの言葉で足を死なせないっていう言葉ですよね。足がクラップス潰れたら全てが潰れるんで、皆さんね、なんちゃらソウルとか入れるのはいいけど、自分の能力が低下してる中で外的なものを入れたって上がらないと思います。僕は医療の別よ、医療的なものは別、自分で鍛えた方が早い、絶対に。これからもし40代50代の方、膝痛い腰が痛いって言っても、あとその年齢分その関節と生きていかなきゃいけないんですよ。40代50代でギブス、なんだろうね、何かサポーター入れるとか、まあヘルニアだったらあれかもしれないですけど、まあ腰痛でコルセット巻いちゃうとか、早すぎる本当に。それはやっぱり7、80歳ぐらいまで持ってからだと思いますよ。本当に。自分の組織は自分で回復できるから。なんでこの話になったかわかんないけど。足裏の話か。この一発の股関節の動き大事ですよね。ここ。この内線の。この動き大事ですよね。キャー、木村さんの動きはずっと見てら、うーわ、強えな。ガン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 、うえい。ふぅ、やば。やばい。木村さん疲れる。いやーちょっと待って、超かっこいいですけど木村さん、この体格わかるかな。正面で見た時の綺麗な線作っていくんですよ。本当に線にはめてんのかってぐらい、ずーすくいもすごいし、このラインも本当綺麗じゃないですか。見せ方がちゃんとオーディエンスに関節の面と曲線全部見せてますよね。ここのキッキングもそうだよね。ここのキッキング、やっぱりヒールかかと、ちゃんとスコってこうはめてくる。ここの誰だろう、顔がボケてるから、叩きつけるよね本当に。西君も走ってんな。わあすごい。ここのボディコン大事です。ボディコントロールね。ここはしっかり取ってる。これは騙してないですよ。これは絶対騙してないから。ちゃんと取ってる。めちゃくちゃ西君も減速してる。
もういくらでも騙せんで、これ。うぅ。かかか。すごいね。これどうやった体の使い方してんの、これ。これか。なんか言った気がするな。着地で一瞬で体で持ってきますよね。うぅ。ちょっと待って、タジーもいい動きしてるな。ええ。ふぅ。いや、いいっすね、この絞り。佐野くん、尾崎くん。ここら辺をもうちょっと。どれだ、見れるね。どれだろうって。すごいすごい。引っ張るね。うお。こう松田君、めちゃめちゃいい動きしてる。こう松田君だよね。ジン君。うお、動くよね。柔らかいっすよね、ほんとね。股関節。これ誰かかかとで弾いた、今。ちょっと待って。おお。違うか。これ体だけか。一瞬でなんか松田君が右足のかかとでブーンっていう表現した、かかとでゴンって踏んだのかなと思ったんですけど。ふう。結構入ってんね、ジンくん。おい。やっぱここの絞りはやっぱマサヤ派だな。ガンガン。おい、ちゃんと止めるとね、かっこいいっすよね。まあ、西くんのパンチ食らった鼻折れっつぉ。おい。体つえーな、ほんとに。まさやくん、つえーわ。おい。ふぅふぅふぅ。止まらないんですけど。ほんとにね、こういった入り方とかの、早すぎて見とれないんだけど。すごくないですか？こうやって入ってきてるんですよ。ブーンって斜めに。よくやるやつ。ブーンってこう、名前忘れてたけど、こう、しゃくる、こういうステップ。あれ入れてっからね。うえ、すごいね。グーン、ガカって。うわ、ブン、こういったのすすってこう先端にこう戻す動き多いっすよね。本当に中心にまとめてくる速度が速い。ほんとこう独立してる股関節とかの足先から股関節の動きがほんと明確に、ちょっとすごく目立って見えるから、やっぱ目立ちますよね、やっぱね。ヒールハイクってやっぱかかとのね、やっぱハイキングがやっぱ人よりも2ミリぐらい、3ミリぐらい多かったら、やっぱね、結構大きい動きに見えるんですよね。で、アイソレもすごくドロップが深いし、
加速して速いから、可動域が多い分速く動くから、よりダイナミックに動くし、加速するからこそ止めるときにちょっとアクセントがパッとパッと出るから、やっぱそこが結構目立つ僕は理由だと思いますね。そう、あのアイソレって結構肩挙上する方がこう目立っちゃうんですけど、こう上がね、でもね、やっぱ下げる方がやっぱ深い人、バンカン、その主体の人の動きってやっぱこう動きが深く見えるっていうか、深みがと強さが見える感じ。これとかもそうだけど、やっぱり上がってる上がった、アップアップアップに見えるんですけど、こう下が落ちてるとやっぱね、深く見えますよね。これもね、しっかり面切ってるじゃないですか、正也くん。やばいわ、これは疲れる。